アクタードクター沢井です。体調どうですか？はい、今回はですね、タイトルにもある通りバージル追憶企画ということで、ルイ・ヴィトンのねデザイナーだったバージル・アブローが去年の12月ですね、心臓の腫瘍で亡くなってしまいました。いやー、まあかなり俺はね個人的にはショックでした。バージル・アブローが作るルイ・ヴィトンの服、俺めちゃくちゃ好きだったんですよ。本当にストリートとラグジュアリーな感じがミックスされてる感じで、なんかちょっと奇抜なデザインをこう盛り込んでくる感じが俺はすごい好きで、毎回のコレクション楽しみにしてて、うわちょっと派手だなとか思ったりね、スニーカーとかもすごいかっこよくて好きでした。突然こう急にね亡くなっちゃって、もうほんとすごいショックで、いつかこのバージルの企画やりたいなと思ってて今動画撮ってます。押せよって話なんだけどということで、今回はバージルの個人的に好きなコレクションを紹介していきたいと思います。全部で4点です。まず1点目、バージルっつったらもうこれだよ。バーン、 LV トレーナー初期モデル、2019年の初めてバージルがルイ・ヴィトンに就任した時に出されたモデルなんですよ。この LV トレーナー初期、これ紫の紐ついてるんだけど、黒も僕は持ってます。これ定価20万ぐらいするんだよね。クソ高いんだよね。バスケットシューズをフューチャリングしてテイストに含ませてね作ったデザインですね。あんまりハイカットの靴とかは履かないんですけど、まあ夏とかすごい目立ってかっこいいんで履くようにしてます。もうバージルっつったらねこれですよ。これが個人的にはお気に入りです。だから飾りつつ夏も履けたらいいかなって。2個目がこちらです。バーン、クラッチバッグ、エンボス加工になっててモノグラムになってて、でチェーンがついてます。バージルが亡くなった後に買ったんですよね、追憶を込めて個人的にはバージルが作っててすごいかっこよかったこのエンボスの黒の革のデザインだと思ってるんですよね。クリストファーの大きいバックパックとかも出てたりして、あれもすごいかっこよくて昔持ってた気もしたんですけど、ちょっとこれは買っとかないとなと思って、バージルになったし、これはもう記念に買いました。このチェーンの感じとかね、オレンジ使ってくるチェーンの感じがもうバージルって感じ。意外にポケットがこれ2つあって分けられるんですよね。例えばこっち鍵にして、あのこっち側をなんか財布とか、だからちょっと使い分けできるのもいい感じで意外に入る。こんな感じ。3つ目がチャップになります。これもね初期モデル、黒のエンボスになっててレザーになってて、オレンジのボタンがなんか目立ってる。これがすごいワンポイントで効いててかっこいいかな。特にバージルのデザインってこうオレンジのポイントがこうついてるのが多いから合わせやすいんだよね。これとこれとかもやっぱ合ってるから。結構プレミアついちゃって16万とか20万ぐらいで多分市場出てると思うんですよね。で最後がもうこれでしょ、これだと思ってます個人的には。バージル最強の服だと個人的には思ってる。僕一番好きです、バージルがデザインした洋服で、だしルイ・ヴィトン史上のレザーでもう一番かっこいいかなって個人的には思ってます。これに関してはちょっと着て一緒に見ていきたいと思います。はい、こんな感じです。バージルっつったらこのポケットの感じとかのレザージャケット、エンボスの黒のモノグラムがついてる感じになってます。黒の中にエンボスがかかってるからルイ・ヴィトンってあんまり分かんないですよね、多分遠目で見てて。この目立ちにくさとかもなんかすごいかっこよくて、でクラッチバッグみたいなのついてたりとか、ちょっとポケットいっぱいついてるんでバッグとか必要なくて、これ1着でもうほんと外出れちゃうような感じ。個人的にはこのレザージャケットはもうバージルの傑作レザージャケットだと思ってます。これね何よりね値段がクソ高い定価が110万ぐらいかな、クソ高いで売ってないんですよね。これブランド古着屋とかにも全然出てこないから、かなり激レア商品かなって思ってます。だからぜひオークションとかブランド古着屋とかで出たら、余裕があったら間違いない一着かなって個人的には思います。ということでいかがでしたでしょうか。バージル本当悲しい
まあこれからまたまだバージルの展開は多分次のプレーとかまでは続くと思うんで、個人的にすごい期待してます。で最後いろいろまた買おうかなと、また買ったら紹介していこうかなと思います。まあ、皆さんも何かこうバージルのこれが傑作でしょっていうのとか、まあ、僕はこれお気に入りですみたいなありましたらぜひコメント欄にコメントください。はい、バージル追憶企画でした。皆さんまた会いましょう。じゃあまた会おうな。